はい、皆さんこんにちは、拓也でございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の、ね、動画なんですけれども、はい、新春特別企画のナムショー、このですね、ドラムブース編、こちらを、ね、お届けしたいと思います。もうね、周りねすごいね音がねしてると思うんですけども、まあ、ここでね、ドラムブース、どんな感じかをですね、まあ、お届けしていきたいと思いますので、どうぞお楽しみください。もうね、とにかくね、ドラムの音がですね、もう周りからね、ガンガン聞こえてきてですね、私の声が聞こえてるかどうかっていうのは果たして不安な感じでございますけれども、とりあえずね、行ってみましょう。壁一面のシンバル。はい、いかがでしょうか、ドラムブースね、はい、今ね、とんでもないことになってますね。もうね、それにしてもさ、ものすごいメーカーの数、もうね、やっぱね、世界中にね、こんなにね、やっぱりね、ドラム作ってるメーカーあんのかっていうぐらいね、あるし、ただね、ここって、もうね、もうみんながガンガンね、自由にね、やっていいんですよ、試奏できるんですよ。だからさ、もうね、とてつもない騒ぎになってて、もう、うわーみたいなね、そんな感じになってます。はい、でね、あとはですね、はい、なんといってもですね、はい、プロミュージシャンによるですね、デモ演奏、こういったものもですね、行われてるわけでございますね。うわー、すごいな。あ、なんかね、イスタンブールもう一個あったんで、ちょっとね、ご覧いただきましょうかね。はい、いかがでしょうか、なかなかね、騒々しい感じになっているんですけども、まだね、ドラムブースもう少し残ってそうなんでね、そちらもね、ちょっとご覧いただきたいと思います。
はい、ドラムコーナーをご覧いただきました。全くね、私もねドラムは詳しくないんでね、いくつか知ってるメーカーはあるんですけど、それ以外はねよくわかんない。でもね、ただ一つ思ったのが、なんかねドラムってそのシェルにさ書かれてるさ、その柄、あれでねだいぶね結構ファッションセンスって出ると思うし、結構そこでさ個性を出すんじゃないかなっていうね、そんな感じがしましたね。でね、あとねシンバルもね、まあ、ものすごいいろんな種類ありますね。もう当たってね、どれがねどんな音がするのか全くわからない。だからね、まあ、大体ねこうここに来る人っていうのはもうみんなねそれぞれ自分で叩いてるっていうですね、そういった感じでございます。はい、というわけでね、ドラムコーナーは今日はこの辺りにして、続いて、はい、いよいよですね管楽器のコーナー、ナムショー管楽器のコーナーに続いていきたいと思います。それではね、引き続き、お楽しみください。ではまた。